お届けしております。ここ一はトライありがとうございます。東京での綺麗な女性がいっぱいいます。それとも立花そば、ここで僕は寸大の呼び込みの時しょっちゅうここに寄っていたという、こちら寸大呼び込みがあります。よく受験コピープリント、なんかメガネ屋があったんで、あっちにちょっと行ってみよう。カフェド、ベローチ、シャノアール、ここにも行ったような気がします。ここは寸大の、できた頃にできた。なんで、ここはありましたね。老舗メガネの博物館。ここテレビに出てましたね。なんか、竹なんとかという。なんとかという社長がやっていて、メガネをいっぱい見ているという面白いです。こちらでありまして、池袋の風なんなんでしょうね。お墓があります。池袋の風お墓でございまして、こちら東京音大松下奈緒さんはこの道を毎日通っていたんでしょうか。松下奈緒さんはこの道を毎日通っていたんでしょうか。寸大の仕事があるという、私も昔の寸大の友達の渋沢泉さんの妹さんは東京音大に行かれたということで、この辺を通っていたのでしょうか。あずまなんとかでございます。こちらを曲がってみましょうか。整骨、整骨院ドクターマーテンズ薬物ゼミナールというのが見えてきました。こちらの春でウィジストンブルーダーデックス剥がして、あとローストビーフがあります。ワインロッチスがあるんですね。ビーグジューンということでございます。後藤理さん、ランドリーこれスランドリーの薬学ゼミナール伊藤、なんかこの辺のあれはあれですね、懐かしい匂いがする。処方箋医者薬伊藤になります。ここ昔あれじゃなかったですか、古本屋はこの辺になかったですかね。この辺は警備のグッズを売る店が昔あったんですけどね。このビルは寸大の実ですか、今田ビル懐かしいです。今田工業はあそこにあるという関係あるのでしょうか。大学に作るですね、寸大がありまして、あっちの寸大には目を向けてなかった。あの結局はどうだったんでしょう。歩くのが大変だというシアターグリーンとは何かのあれなんですよね。演劇のシアターなんですかね。乗り子があります。乗り子なかなか今となっては入れない。池袋館から明日から未来高校というか、私の長年通っていた現役時代から通っていた寸大よりこ、なんか中に今から入りたいてなんですけど、
南城在寺というのがありますね。南城在寺あります。受験証明写真があります。このマンションは行くのが行くのでちょっとこれは、ブルーだが利益は私の東洋堂、ここのお店はなんか昔から出ましたけど、なかなかすごいのを取り出しているので、スチールということになっています。アンティは広場ですということで、釣り屋がありました。釣り屋、あら、弁当屋はなくなったんでしょうか。この釣り屋弁当、釣り屋じゃなかったら何弁当ですか。いつも唐揚げ弁当をここで買うのが日課でしたから、当番かかっている。この唐揚げ弁当の海苔弁が安いということで、たちのカブラという私の池袋を紹介します。ユーヤーヒアソということで、マトレルこの弥生県は昔はあまりなかったというこの名工技術があるという名工技術、日本レンタカー弥生軒サツキガストが見えてきました。ここで予備校の友達と飲んだ食べたのを食事をしたのを思い出しました。ガストがあるんです。勉強したのもね、劇場3番ホテルティファンであります。あのトンチラーメン屋根はよく並ぶ、昔はいっぱい並んでたんですけど、最近は並んで西口公園になります。最近は工場してます。コインロッカーがありました。ミスンスーザーハウスネットがありまして、これは丸亀製麺という香川県の丸亀佐藤和彦先生のふるさとの香川県の丸亀パナソニック富澤で、富安君を思い出します。富安君を思い出します。ここにレコード屋があったはずですから、今一風変わったお店ということです。ダイニングサイゼリア、ここのサイゼリアにも行ったことあるわけ。昔はここはあれですからね、なんかロックのバーでしたけどね、バンドが聴けるバーです。バンドを聴くと聞いてます、聞いたことありますけどね、チャージ料がちょっと高かったという。もつ鍋屋、これやって大戸屋にも行ったことあります。この辺の店は、この辺ここにあれがあったんですね、なんかあれ漫画喫茶があったんですけど、ないです。マンション、ですけど、中古の見つかる30カフェの何だろう、あんまびっくり声に行ったことないです。山花の店ね、はい、だの撮ると漫画喫茶ゲラゲラ、ここでインターネットを10年ぐらい前に初めてやったのを思い出す。初めてじゃない、母親を連れて行ったのを思い出す、ね、天狗パークタウン
楽園パチンコには最近は見つけにしてない。なんか青木ができてましたね。青木ができます。青木パチンコだったんでしょうか昔。青木ができてます。いつの間にか青木が出てきた。大きいミスタースース本当でございます。銀なんだカフェドジュニア楽園が終わりました。なかなか天気が切れないということでラーメン祭白紙サンマルカフェがあんなとこにあります。楽園があんなとこにあります。ですので、じゃあ、行ってみましょう。じゃあ、ECC がございます。ECC、河原、光っていうカフェがあるんですか、これ。なんちゅうカフェタイム。11フロア。行ってみたいですね、ECC。銀座クリニック。ああ、まあ。カフェレストラン、光っていうのができたんですね、これ。野村証券、ここは母親がここで株を買っているという野村証券ニーサ。野村証券もこう流れます。トッピングアンビッタ。寿司三昧です。いつものマクドナルド。最強携帯ショップ、テレビに名前変わったんですか、ここ。携帯に身をつけたな、うまいこと言ったと思うんですけどね。ソフトバンクも、うまいこと言ったと思う。あ、すみません。お昼の寿司三昧。オタフク、フルウェイトランチ、何個か。警察のカメラ。本当に疲れてますね。マルさんということでございます。そしてやたら人が多い。やたら人が多い。物理的なでございます。物理的に考えておかしい。物理的に考えておかしい。